はい、始めました。モテチャンネル。さあ、今回はですね、元桃色クローバー Z、有安桃香さんですね、がトイッカーになってて、なんと、トイック875点を獲得というですね、ニュースでございます。すごいですよ、もうだって、もう自分でトイッカーですって言ってましたから、それぐらいもうトイックにハマっているということで、お兄さんの写真ですかね、にはですね、写ってるんですよ。僕の参考書も含め、いろんなトイックの参考書がね、なんでもう本当に英語勉強のこうマニアになっているんじゃないかなと思うんですね。リスニングが490点で、リーディングが385点で、合計875点。すごいですよ、875って。もちろんこれで100点差ついてるんで、バランスとしてはもうだってね、リスニングがほぼ満点じゃないですか。あと5点だから。なんで、リーディングの方がまだちょっとね、伸びしろがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、かなりレベルの高いところまで勉強してるっていうのが、この後ろに映ってるね、参考書でわかるんですよね。まあ、うちのチャンネルも見てるだろうし、SNS でいろいろとチェックしてるっていうのもわかりますね。持ってる参考書。ほら、現代文キーワードどっかやるしさ。で、ちゃんと日本語もやんなきゃいけないとかっていうところから、ね、やってるんでしょうね。速読英熟語も見えるし、特急シリーズもいっぱいありますよね。で、この読解特急がバーッとあって、文法特急とか、速読特急、900点特急、黒のフレーズも暗黒のフレーズもあるから、レベルもかなり高いところまでやってるし、このようなディスティンクション映ってるからね。アーツさんのやつやってて、ディスティンクション2000も他の写真には映ってたし、で、関先生の方が多いんだよね。これ、ルールズが全部あったりとかさ。で、この満点取るためのハマーさんのやつとか、あとこのレベルの高いね、パート1から、メディアビーコンが作ってるこのハイレベルのやつとか、で、究極の模試600問プラスがあって、この辺やっぱレベルの高いやつだよね。990点獲得系のがあって、で、めちゃめちゃ問題されてるんですよね。で、エッセンスのこの全方位シリーズってやつです。僕の解説も入ってる、ね、名前入ってないですけどね、勝手に使われたやつ。中村澄子先生のね、この千本ノックシリーズがあって、ここにほらありますよ。僕のパート1、2特急ですね。で、まあ、トイッカーと言ってるので、まあ、絶対、僕の方知ってると思うんですよね。野村先生の方あるし。上に行くとさ、だって公式問題集がバーってあって、その横に、解きまくれのドリルがあって、関先生の総合模試がありますね。この関先生の総合模試のパート1の写真は僕が撮った写真です。で、全パート模試とかあって、YBM のもあるし、で、キチュルブンチェチェですよ。韓国本ですね。記述問題集まであるから、ものすごいやってますよね。なんでまあ、絶対認知してもらえてはいると思うんですけど、ぜひね、浴び目見していただければアドバイスしますんで。で、まあ、でもこれだけやってるってことはもう自分で分かってるよね。多分パート7でとかっていうのがあるか、まあパート5、6の文法とかね、ああいうのが苦手とかっていうのがあると思いますね。だから耳はすごいと思いますね。これだけ聞こえてるから。じゃあどんな勉強をしていったのか。英語学習をゼロから始めたとって、本格的なジャズに挑戦したい。日本語ではなく英語で歌いたいっていうんですね。そこから始めたそうですね。日大の芸術学部じゃなかったでしたっけ。で、確かだ知り合いが同じ時期に通ってて、大学でよく見かけるって言ってましたよ。だから、ね、ももクロのね活動もしてるけど、ちゃんと大学行ってるって言ってた。学生自体もアイドル活動してたから、学校の定期試験だけしか手が回らなかった。オンライン英会話も最初はすごく緊張して、天気の話をしているのにテンプレチャーがテンポ、寺に聞こえてしまって京都の話をしてしまったと。面白い。毎日欠かさず英語学習をやってるとすごい。日記、筋トレ、ランニング、ヨガ、ギター、ピアノ、楽器練習もそうですが、毎日コツコツ続けることが性に合う。英語学習も始めてみると日々の積み重ねの大切さを実感と。お、これは素晴らしいですね。毎日やってたんですね。あれだけの参考書をね、なんか積んどくじゃなくてやったってことでしょ？すごいな。ね、勉強したきっかけは何なんでしょう？トイック受けた結果、きっかけはオンライン英会話と単語学習を続けることで会話をすることへの苦手意識はなくなりました。ただ単語をつなぎ合わせることが精一杯、正しい文法や文章で話すことは難しかった。ああ、だからですね、文法をもう一度ゼロから学びたいっていうので、周りも英語を学んでいますと胸を張っていたし、目標があった方がいいということでトイックを受験することにしたと。初受験は540点。おお、なるほど。1年後に795点になり、2年後には875。おお、すごいじゃん。2年間で10回以上は受験していて、3ヶ月連続で受験した時期もありました。おお、すごい。ライブツアーなどでしばらく受験できない期間もありましたが、トイック LR は毎月試験があるので、比較的自分のスケジュールに合わせて受験しやすいのが魅力と。結果が合格不合格ではなく点数で分かるのもいいですねと。そうですね。ってことはさ、僕の反省会ライブ聞いてくれてるんですかね。はい、ありがとうございます。さあ、でモチベーションを維持するためのコツ、はい、ここからですね、勉強法ですね。まず試験に申し込む、まあ、当たり前ですね。これは大事なことというか、これがあって始まる。日程が決まると受験料も支払うので簡単には諦められなくなる。まあそうか、その通りですね。で、二つ目は具体的な目標スコアを紙に書き、目につきやすいところに貼る。あ、いいですね。
3つ目は私が動画史をここまで継続してきた一番の理由である SNS の勉強アカウントを覗くことです。お、じゃあ見ていただいているかもしれないですね。はい。自分と同じように毎日英語を勉強している人がたくさんいるから、自然と仲間意識が芽生えてやる気が湧いてきます。そうですね。時代が変わってもこれですね。昔はブログだったけどね、今はね、ツイッターだったり、インスタだったりね、そういったもので気軽に見れますよね。4つ目は会議シールなどを使って学習記録をつけたり、SNS で毎日報告したりする。はい、これやってる人いるね。まあ、でも昔はこれがブログだったんですよ。ブログにつけて、今日はこれやりました、あれやりましたっていうのを出してる人が多かったですね。そして5つ目は自分のためにご褒美を用意すること。あ、これもよくやりますね。私の場合、試験に申し込むたびに可愛い文具を一つ買って、受験が終わると新しい参考書を一つ買う。あ、だからあんだけ参考書がいっぱいあったのか。なるほどね。自分に合った方法で努力や成果を見える化することが大事と。うん。お、すごい、実際に使ってる公式問題集とかもすごい線いっぱい引かれてるし、メモもいっぱいありますよ。で、トイック受験をきっかけに朝活を始めました。あ、これも多いですね。実際社会人の方でトイックきっかけで朝早く起きて勉強するようになったって人いますね。早起きは苦手で習慣させるまで毎日大変でしたし、今でも眠い目をこすりながら勉強する日もあります。でも頑張って早起きして勉強することで、その後の仕事も思い切って打ち込むことができて、一日がより充実するようになってましたと。多いですね。ライブ当日の朝や忙しくて時間が取られないところで5分だけ、単語だけとポイントを絞ったり、英語学習アプリを使って隙間時間に勉強したりしています。おー、素晴らしいじゃないですか。試験会場に行くと緊張しますが、それは皆さんも同じ。この会場にいるのはライバルではなく、今から2時間200問を一緒に解く仲間なんだと思うと、気持ちが少しほぐれるのでおすすめです。おー、いいですね。頑張って勉強しているわけですね。どうですか？皆さんも一緒に頑張ろうって思えてもらえるといいですね。まあそうですね。やっぱ目標があるのが大きいよね。で、SNS でシェアするっていうのは簡単なんで、今はね、できるといいんじゃないかなって思いますけどね。その仲間とかがね、できるのはいいけど、まあ、ただ、まあ、そこを使ってね、何かしら全然トイックを受けてもいない人が、トイックの教材だったりさ、コースだったりを高値でね、売ったりもしてるんで、そこは気をつけてくださいね。はい。そう、なんかそういうね、トイックの勉強みたいなのをね、とか英語の勉強みたいなのを書いてるのね、まあ、ひたすらフォローしてさ、なんかいろいろと売りつけてる人とかもいるんで、そこは気をつけてくださいね。その自分でこうね、検索して、あ、いい情報だって思ってね、食いついて、全然トイックに関係ないとか、全然全くトイック分かってないなみたいなのがいっぱいあります、残念ながら。まあ多分もう、有安さんはたくさん見てるから知ってると思いますね。参考書とかもね、トイック受けてる人とか受けてない人とかっていうのも分かってると思うんで、そういうのに引っかからないレベルまでいってるんじゃないかなと思いますね。まあ875ですから、そういうとこまでいってると思います。そうです。だから皆さんも気をつけてください、情報ですね。必ずトイックを受けてる人の参考書とか、トイックを知ってる人のもので勉強するっていうの大事ですからね。ぜひ実践してください。まあ、有安さん多分、関先生ファンだな。じゃあこの僕のトイックエッセンシャルズもやってくれてるかな、もしかして。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんも頑張って勉強しましょう。そしてとにかくトイック受ける方はトイックを受けてる人の情報をちゃんとね得ることが大事ですので、そちら忘れないでください。はい、以上ありがとうございました。 Thank you for watching。